ツールパレット、一番左の選択で線分 AB を選択、スティッキー右上のツールメニューから、測定、長さ距離をクリックすると、線分 AB の長さを測定できます。同様に、NC 及び多角形、FEGHI を選択、スティッキー右上のツールメニューから、測定、面積で、それぞれの面積を測定できます。 NC よび多角形 FEGHI を選択、スティッキー右上のツールメニューから、測定、演習外周で演習、多角形の外周を測定することができます。